皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回はアンパンマン列車の走行主題5弾を作りました。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シュシュポポ。多度津駅10時8分着、特急初風10号岡山駅、特急石槌10号高松駅、白いアンパンマン列車です。滝浜駅15時41分通過、特急初風22号岡山駅、特急石槌22号高松駅、白いアンパンマン列車です。松山駅17時39分回送列車となり、車両基地に戻ります。白いアンパンマン機動車です。阿波池田駅13時24分発、特急南風14号岡山駅、赤いアンパンマンの機動車です。隠し池田駅12時4分通過、特急南風5号交通機、赤いアンパンマン機動車。松山駅16時12分通過、特急初風22号岡山駅、特急石槌22号高松駅、白いアンパンマン電車です。伊予大津駅8時45分着、特急和解5号宇和島駅、白いアンパンマン機動車です。美濃浦駅16時3分通過、特急初風22号岡山駅、特急石槌22号高松駅、白いアンパンマン電車。宇多津駅14時6分着、特急南風14号岡山駅、黄色いアンパンマン機動車です。高松駅9時40分運用に着くために入線しました。アンパンマン加圧機です。多度津駅9時45分発、特急南風3号交通機、赤いアンパンマン機動車です。伊予大津駅8時47分発、特急和解5号宇和島駅、白いアンパンマン機動車。隠し池田駅13時43分通過、特急南風16号岡山駅、赤いアンパンマン機動車です。伊予三島駅18時56分発、特急初風石槌21号松山駅、白いアンパンマン電車。阿波池田駅16時32分発、特急南風15号交通機、赤いアンパンマン機動車。松山駅17時27分発、特急和解22号松山駅、白いアンパンマン機動車。石槌山駅13時20分通過、特急石槌9号松山駅、白いアンパンマン電車。阿波池田駅16時21分発、特急南風18号岡山駅、赤いアンパンマン機動車。阿波池田駅周辺12時32分着、特急南風7号交通機、黄色いアンパンマン機動車。伊予三河駅12時56分通過、特急潮風石槌9号松山駅、白いアンパンマン電車。阿波池田駅周辺13時16分着、特急剣山5号阿波池田駅アンパンマン加圧機。松山駅20時48分回送列車となり、車両基地に戻ります。白いアンパンマン電車。阿波池田駅周辺13時24分発、特急南風14号岡山駅、赤いアンパンマン機動車。佐野駅最大駅16時11分通過、特急南風15号交通機、黄色いアンパンマン機動車。多度津駅9時51分発、特急南風6号岡山駅、赤いアンパンマン機動車。海岸寺駅12時26分通過、特急初風石槌9号松山駅、白いアンパンマン電車。丸亀駅20時30分着、特急南風26号岡山駅、赤いアンパンマン機動車。伊予三島駅16時1分発、特急初風22号岡山駅、特急石槌22号高松駅、白いアンパンマン電車です。高松駅11時50分発、特急石槌9号松山駅、白いアンパンマン電車。吉野島駅12時13分通過、特急剣山5号阿波池田駅アンパンマン加圧機。
阿波池田駅16時32分発特急南風15号高知行き赤いアンパンマン起動車。鴨茂谷駅13時17分通過特急南風7号高知行き赤いアンパンマン起動車。江口駅14時44分通過特急剣山8号徳島駅アンパンマンカー付き。阿波池田駅16時33分発特急南風15号高知行き赤いアンパンマン起動車。丸亀駅20時31分発特急南風26号岡山駅赤いアンパンマン起動車。鴨茂谷駅12時38分通過特急南風14号岡山駅黄色いアンパンマン起動車。高知駅18時36分発特急南風26号岡山駅黄色いアンパンマン起動車。伊予大津駅7時23分発特急和歌4号松山駅白いアンパンマン起動車。高松駅10時9分発特急渦潮9号徳島駅アンパンマンカー付き。高松駅10時38分着特急石槌10号高松駅白いアンパンマン電車。佐野木埼玉駅9時26分通過特急南風6号岡山駅赤いアンパンマン起動車。高瀬駅12時32分通過特急潮風石槌9号松山駅白いアンパンマン電車。岡山駅11時35分発特急潮風9号松山駅白いアンパンマン電車。佐渡津駅11時56分発特急南風7号高知駅赤いアンパンマン起動車。佐渡津駅12時22分発特急潮風石槌9号松山駅白いアンパンマン電車。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。